本当にね、昔はですね、まずノートパソコンで配信をしていたんですよ。ノートパソコンしか買えなかったんですね。もう2年以上前の話だけど、みんなが思ってるよりあれだと思う。今マスイたちがさ、どれくらいで、もうみんなのおかげでさ、すごいさ、生活ができてる、生きていけているわけだけどさ、デビュー当時がどんなもんだったのかってさ、みんな知らないと思うよね。知らないよね。デビューしてから1年くらいはね、本当にね、月バイトした方が全然高かったね。5万前後とか、うん、そう、リアル、そうだよ、そうなんですよ。だからそういう時代から生きている。祭りはな、バイトしてた時はね、普通にバイトしたらさ、頑張ったら10万いくじゃん、全然。そうそうそう、生々しい。まあ昔の話だからね。だからこの話はちなみにね、もう別に問題ない、言っても。過去にね、ちょいちょい言ってる子もいるしね、この話は。そうそう、何のバイトしてたんですか？お弁当屋さんで働いていました。お弁当屋さんで、まあ、ホットモットっていうお弁当屋さんで働いていて、いらっしゃいませ、こんにちはやってたよ、うん、やってたやってた、頑張って働いていたよ。かわいい店員さん。いや、まあ、でも実はね、今、いらっしゃいませ、こんにちはとか言ったけど、接客の方はほぼやってなかったけどね、祭りは。ほぼほぼ、ほぼほぼあれやってた。厨房。厨房でカツ丼とか作っとったよ。